生年月日は1993です。ちょっと落ちてるか。大丈夫です。あー怖い。でもね、強運の持ち主なんですよね。番号で言うとですよ、うん、結構ね、勢いがありそうなんだけど、勢いあるタイプじゃ意外となくて。へー、そうそうそう、意外とね、これ当たってないかもしれないね、はい、生まれた時間とかもちょっとあるんで、うん、まあこれで見た感じは結構ね、人がなんかバッて行ってから後でついていくみたいな慎重派の人の番号であって、あ、うん、コミュニケーション必要な分野は非常にいいです。で、人に合わせるのがすごく上手な方が、この8番はそうなんですけど、自分が先に出るってよりはちょっと一歩引いてる感じで、人に合わせることが非常に得意な方ですね。いいと思います。意外とそうは思わなかったですけど、人に合わせられるけど結構一人が好きな人で、そういう番号なんですよね。これ周りの人によってちょっとその光り方が変わるよっていう番号の人です。ちなみには片方天中札なんですけど、サブ番号が天中札なんで、そんなに悪くは、天中札って、運が味方してくれないよっていう感じ。だからだ、だからだ、それがちょっとありますね。で、ただメイン番号は今天中札ではないけど、今下り上司です。そうですね、28の時って多分大きく変わると思います。結婚だ、絶対結婚だ。結婚です、ここ。そうなの？リサは分からないです、分からない。決めてんの？いや、もう25が良かったんですけど、25ではできないから28、絶対28だ。そうだね、28ぐらいにいいかもしれないですね。25歳はちょっとできないかも。28かなっていう感じですね、流れてみると。てか気になる人とかいるんですか？います。あ、そうなの？生年月日分かれば相性。あー、やってください。あー、そうなんですね。そういう感じです。ちょっと見てみますね。はい。うわー、めっちゃ怖い、めっちゃ怖い。神様。この彼と付き合うんだったら、彼にもっきり主導権逃げ出した方がいいですね。そうなんだ。そうです、そうです、そうです。彼を自由にさせるっていうか、なんていうのかな。そう、その方がいいですよ。そうなんだ。そう、そうです、そうです。この人ね、結構自分の世界観があって、ちょっと不思議ちゃんなんですよ。で、まあ、あくまでも番号なんで合ってるかわからないですけども、結構不思議ちゃんで、まあ、結構根が真面目なとこもあるから。真面目です、真面目です。結構ね、すごい慎重なんですよ、全てにおいて慎重。例えばこういう人と結婚するときは、この人は、この人が奥さんになったらどういう風になるだろうとか、すごいそこまで考える。そうです、そうです、そうです、そうです。そう、だからそれで、なんていうのかな、ノリがいいからとかよりも、この人はすごい母親にとっていいかなとか、その家族も大事かなとか、それをね、すごい考える人。あー、すごい。そういう人なんで、そういうところを見せた方がいいから、例えばこの人がとうまくやっていくんだったら、ちょっと面倒くさくても、その例えば男性がちょっと嫌いを言う、例えばね、ゴミ出しとかで、ペットボトルのなんかこういうの剥がしたりとか、うんうんうん、まあ、普通なんだけども、やらない人もいるじゃないですか、うん、ああいう細かいのもちゃんと分別をやるとか、うんうん、そういうところに惹かれると思うんです、この人は。そういうところを見てるから。いや、そうですね、そうそうそう、そうですね。例えばなんか、そう、ゴミ捨てるに一つにしても、なんか意外とね、捨てちゃえば一緒ですけど、あとなんか冷蔵庫の管理の仕方だったりとか、洗濯物の干し方、そうそうそう、靴下と靴下の目を合わせさ、干せとか、そうですね、そういうの結構気に、子供ができた時のイメージを多分描いてるかもしれないね。結婚してとか、家族ができた時にお母さんとしてこの人はふさわしいのかっていう部分が多分見てると思うんで。怖ー、マジ怖ー。結構しっかりそういう辺は石橋を叩いて渡る感じだから、結婚はちょっと遅れるかもしれないですね。そうですよ、そう、ちょっと先になっちゃうかな。なんかこういう、うまくいったり悪くなったりっていうのを繰り返しながら、ある程度年齢までつながってたら結婚ってことになると思います、ね。あ、これ来ましたね、来てます。私高3からですもん。ああ、それだったらもうこのまま、まあ、こんな感じです、常に。多分そうだと思いますね。で、多分結構この勢いでいくタイプじゃないので、多分他の人が気になったとしても、
やっぱりあいつかなとか。あ、そうですよ。ちょっと行くんですよ。行ったんですよ、うん、そうそう行ったんです。行ってもね、多分戻ってきます。そうなんです、戻ってきたんですよ。はい、そうだと思います。行ったんです、ガチで行って、はい、でもその人をよく見て、あ、この人とは結婚できないなと思って、そうそうそう、ような、だらしないとかなんだかとか。そうそうそう。はぁ、やばい、これ私だ、絶対私結婚できる。うん、そう思います。あ、来た。なんだ、うん、じゃあ別に28でもいいや。うん、ちょっと待たないとダメだから、まだ時間が。そうなんですよ。そうですね、だからちょっと他の人がそういうやらないところをきっちりやるとか、すごい、なんかちょっと靴をこう並べるとかね、結構ほんと細かいところを、細かいところを彼は見てます。なのでそういうところを、めんどくさいけどちょっとやることによって、あ、やっぱこいつだなってなると思う。あー、もう来た。まあ、これはあくまでもその数字の遊びなので。え、でもすごい、相性は悪くないですよ。ですよね。うん、相性はいいですよ、本当に。と思います、私も。相性は悪くないじゃないと、こんな長年ズルズルしないですもん。ちょっとこれ流します。やば、これですね、これ。晴れてる感じが見えるか。あ、やばい、マジ怖い。で、最後1枚をここに置いてください。全体を、お前ら、うん、この色だな、また。ああ、いいやつ。え、いいっすね。今は進まないことだったりとか、停止してしまってることに振り回されてるっていうか、まあ、彼との、問題ですけど、そういうことに振り回されますよってことを言ってます、2月は。それが気になっちゃうとか、うん、なんか2人のあれが動いていかないとか、それに対してすごくなんか気になっちゃう。それによって彼ともう一回寄り戻す、寄り戻すか、今付き合ったか分かんないけど、帰ってくるんです、北海道に。あ、そうなの。3月卒業なんで、はいはい、で4月はこれ一番いいカード、世界ってカードなんで。え、やばいんですけど。と達成、やったーって感じですよ。やったー、だからやっと帰ってきた。3月に切り替わって、4月からはなんかその、なんていうのかな、満足いく結果が出るよって言ってるんで、うん、そういう感じになってますね。で、4月はこの流れで見ていくと、なんかちょっと悩んでる感じかな。なんかこう、あ、彼の今までのなんか、うまくいってるんだけど、4月ぐらいなんかわかんないけど、彼の今までのなんか気になるとか、そういう感じだと思う。そう、それ叶いますからね、うちの神社で。どうしよう。チラ見。チラ見。え、ここで、ね、でも実際見えてないから、何書いてるかは絶対見えないですよね。絶対見えない、絶対大丈夫、そこは大丈夫で、叶うからね、本当に怖いからね、うちの。すごい、パワースポットだから、ハイヤーマカシ、マジで。来ました、書いた。じゃあそれを、そうっす、それを結ぶんだ、神社に。そうです、そうっすね、ちょっとそこに、本当叶うからね、マジで。ちょっと気をつけて、もうパワースポだから、本当に。どうやって流すの。そう、それで大丈夫、大丈夫。で、ミケランジェロさんにお願いする。え、来た、これ私来た。うん、来た場合ね、今度ミケランジェロさんに10円ぐらい入れといて。わかりました、今度、叶ったら。お願いします。え、すごい、っていうような感じですね。